どうもこのるですきーたろです今日はビーファーストサードシングル「スマイルアゲンのリリース記念 YouTube ライブについて話していきますいやーねもう1時間以上のなんかすごい盛りだくさんな YouTube ライブがさあってめっちゃ面白かったねねなんかあの特に、まあ、ここだよねあの <laughs> <laughs> 皆さん盛り上がってたし私もあのリアルタイで見てて「<laughs> 何やこれ」ってなったまず左上の相馬な劇場がすごくて。 もうね最初からその話したら大丈夫なんかなんかさ「<laughs> 小杉大丈夫?」いやもうこの画像も濃いからもう触れずにやれんくないこれ確かに確かに <laughs> やマジでめっちゃ笑ったもんこれいやそうそう,そうなんかさ、うん、これもあれじゃん YouTube のさショートで出すからって言ってさその撮る風景、うん、撮影の風景を写してくれてみたいなやつだっただけど割とさ、うん、その前半の2組とかは、まあ、その場で なななんかかその場なの場ちょっと決めた感じでもありつつ一緒に踊って、うん、でなんかうまいこと締めたねみたいな、うん、まあ黒ブラもあったりさてか JR 黒ブラ総マラみたいな感じのこの組もよくない組み合わせも。いや分かってる組み合わせすごいなんか良かったよねバランスね。 いやそう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 ,うわなんかまだそのさエモさを引きずってくれるありがたさったらなくないなんていうのいやわかるなんか,かってるこっちのザ・ストミンのなんかそういうのをなんか,かっとるみたいなねいやそうそうオタクなんてさオーディションのあの時のあれっていうのは死ぬほど覚えてて死ぬほどずっと言ってんだからマジでいやそうだよね <laughs> <そ>う <laughs> デビューした後だって引きずるんだから、ね、いやそう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 伝説みたいなとこあるからそれでさ、うん、その組み合わせも良くてで相馬奈がまたさ曲始まったと思ったらさなんかずっとさずっと変な動きしとって2人がいやそうずっとしかもさどっちかとかじゃないがどっちもなんねいやそうそうそう <laughs> なんか変にな,めなまめかしいとことかもあったりさなんかスキルあるもんだからなんかね面白かったよねいやそう なんかあとこの写真大丈夫とはなっとる今 <laughs> ちょっとごめんなんかスクショ写真ちょっとあれだったね <laughs> いやなんか, <laughs> なんかどこもどこもおかしかったんだけどなんかやっぱ絡み合ってる方がいいなとか思っちゃって絡みすぎじゃない <laughs> <laughs> にしてもみたいなとこあるよ <laughs> いやそう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  いやでも、ね、いいねこの絵のやつマジ最高だったわうんいやそうなんかさちょっと見切れとるけどまあさあのレオくんが撮っててなんかそうリュウちゃんもめちゃくちゃ笑ってさめちゃくちゃ爆笑して<笑><う>たまに映ったりするのが面白いよねそうそうそンそンでう叩いとるからね <laughs> <laughs> そう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 なにこれ いやーなんか相馬だって双子とは言われてるけどさなんか本当に双子なんだなってなんか初めて実感したかもしれん <laughs> あ分かるかもそれねそうそうなんか本当にこの二人って仲いいんだねってね <laughs> いやそうそうそうすごいすごいうるさそうだね二人ともいやーマジでちなみにさ竜ちゃんもめちゃくちゃ爆笑してるけどもう基本的に周りずっと爆笑してて、うん、<laughs> これ、うん、でも多分これ日常茶飯事なんだろうなみたいな 一方でああ確かに確かにそうだねなんか練習のさ途中とかもこんな感じでやってそうだよねうん楽屋とかさちょっとテンション上がってきたからやってそうじゃんうんいやめちゃくちゃ想像つくね仲いいなと思ってえでもすっごい混ざりたいんだけど何りゅうちゃんの横とかに寄ろうとしとるん <laughs> もしかしていや違うなそんなに混ざりたいんあそう <laughs> <laughs> あっ <laughs> そういやなんかさ自分で言うのもあれだけどこういう訳分からん動きとかするがすっごい好きなんじゃあ私も入るね <laughs> <laughs> ソーマナタロコナーでやる。<laughs> <laughs> <laughs> 迷惑2人のスキルにはもちろんついてけんと思うけど確かに絶対ついてけんわいやそれぐらいねなんか混ざりたいって思うぐらいなんか2人が楽しそうだからさそうだねいいなだってこれ多分絶対さあれだよね多分即興だよねきっとねうんなんか下手なコンテンポラリーよりへ、うん、コンテンポラリーしてたよいやそうだね <laughs> これだからさ、なんか今朝ふざけてるっていうかちょっと遊びでやってるけど、これさ、無音にしていい音流したら、多分多分作品として成立しそうだよね。いや、そうだね。あの、もうちょっとこう、笑いとかなくしてね、<laughs> 表情とかのね。あ、そう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 。で、ちょっとセピア色に加工して。うん そうだねなんかさ音楽とかさ「てててれててレ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 てれてれてれ」ごめごめ「けや坂」の曲だったごめごめ今日は本気僕は嫌だみたいな感じだったらいいかなと思ってそうだね平手さんのバックでソータ踊ってたりしたからやっぱそういうつながりもありつつね まあ確かに、ある意味不協和音っぽい動きだよね、これなんか <laughs>。そう。いや、全然嫌そうじゃないよ、ね、<laughs> 確かに、楽しそうだよめ, <laughs> めっちゃ楽しそうなんよ。全然嫌そうじゃない。じゃあもうこっちじゃない。うん、二人せぞんじゃない。二人せぞん。<laughs> <ー>こっちかね。 ああ、確かにすごい,長い。なんか、長いコートのさ、裾ひらひらひらひってなんかやってほしいわ。う,ーん,うーん、確かに、確かに。<の>いや、うん、僕は嫌だな方がインパクトあるんだけどな、やっぱり。うん、<laughs> なんで欅縛りなん<笑><笑>ん。なんかコンテンポラリー要素で浮かんだのが、で、欅、うん、あの平手さんだったんで、ね。<laughs> うん。<laughs> で、不協和を思い出す。すごいジワジャきとる <laughs> いやそいや。俺も何の曲かな、何の曲かなと思ったさ。<laughs> 分かった時すげー面白かっったたすげ面白よね <laughs> だってしかもなんか無駄にイントロだったしね <laughs> 私が歌うところ <laughs> そう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  <laughs> あそこか長年の付き合いで分かったじゃんすぐ <laughs> <laughs> サビとかじゃない <laughs> いやそうそうそう,そうであとさ、まあ、この流れでさそのマラットがさ <laughs> 終わったあと終わったみたいな顔で急にさ「うん、タン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 」で「ハッピーバースデートゥーユー」でさ、うん、急にさ なんか余韻とかさ全くなしで急にハッピーバースデーになったからさ <laughs> <laughs> このなんかその感じのぶった切った流れもすごい良かったし <laughs> 確かに確かに流れマジ無視しとったよね <laughs> でそうそうそうであの実際でケーキ来てマナともさ誕生日がこの、うん この日の3日前か2日前って言ってたかなそうだったから、両帰も当日、今日、この主力の日ね。そう、この配信の日に誕生日だしっていうのでさ、2人写真撮ってて、みたいな。いやー、なんかね、そうそう、いいなーと思って。なんかこう、祝われてんのみんなって、なんかいいよね。うん いやわかるわかるそうなんか料金は当日だったから最初の冒頭でさなんかハッピーバースデーみたいな、うん、ケーキのあったからそうでマナトも近いのになーって思ってたらそうマナトはねまさかここでサプライズだったからうんなんかそれもすごい良かったねねーしかもスクショタイムまでさここに用意してくれてさ分かっとるわと思って、うん、ねここの写真めっちゃいいよねいやそうそうそうなんかさまたさ背景がさ空っていうのもよくない わかるめっちゃいいなんかすごいさいいよねなんか爽快感っていうかうかそうこの今回のさ「あのスマイルアゲン」のやつだったからっていうのもあると思うけど、うん、マジぴったりすぎてなん,かなんかグランドキャンギョンに来たみたいな感じじゃないマジで。<laughs> <laughs> すげえ壮大なったじゃんいやそうなんかすごい大きいさあのちょっと高い位置で,でなんか空が近く感じてで,、うん、でそのやっぱさここほらここ土でしょ多分このグレンドこが。で<ー>その人は多分ほらもう渓谷みたいな感じだから。うんうん、えこの相馬名がグランドキャニオンじゃないこ, <laughs> この人たちがグランドキャニオンってこといやでもなんかねどこのシーンだったかちょっとねあの配信のどの場所だったかちょっとすぐに思い出せないんだけどこのマナトがさこのケーキ受け取って。 で結構その写真撮ったりとかもうさ2人は常にケーキ持ってたから最後のほうエンディングねうん、うん、でわーわーわーってやってたんだけどなんか結構マラトがさなんか指突っ込んでクリーム手についた時あってうん、うん、それをなんかお皿に1回ちょっ回のじった時あってすげえ面白い、ね。<laughs> <laughs> クリームついたやつのじっとると思ってぴょこってぴっ、ね、て舐めてもよかったんになぁと思いながら <laughs> なんかよくないかなってなったんかな <laughs> あそうそうそう,そうああでもこれ多分キルヘボンだよね美味しそうだねいやそうなん <laughs> 美味しそうだよね うんめっちゃタルト食いたいわ旬のフルーツじゃんだってそれねえーやめて吸引軽給区みたいな今さ深夜1時ぐらいだけどめっちゃーキ区出てきたからか <laughs> えられんからそれすぐ <laughs> 分かる今すげえ食べたくなった私タルトめっちゃ好きなあ分かる俺もめっちゃ好きいいよねうん でさ、今回のリリース記念 YouTube ライブではさ、ま、いろんな楽曲、収録楽曲についてとか、ま、その、スマイルアゲインとか、ブンブンバックの MV の裏側とかもさ、話してくれてたけど、やっぱなんかすごい印象的だったのが、ブンブンバックの MV の裏側がすごい面白くて、うんうん。なんか、あれ結構やっぱ、舞台がほぼ渋谷だったじゃん。渋谷が結構メイン、メインというか、うん。みんなさ、そこで撮影とかしてたけど、ま、結構、早朝だったりとか、 ああとまあ渋谷のいろんな場所でさ撮影してたって言ってたけどやっぱなんかその結構やっぱ渋谷だからやっぱ気づかれるんじゃないかみたいなそうまあなんかちょっとさあの話的にはちょっとちょっと気づかれたいみたいなのも言葉のなんかさ、うん、<laughs> 端々からちょっと見え隠れしとったももよかったしいやかるでも。うん うん、案外気づかれなかったっていうね <laughs> いやそうそうそうえだってレオうくん気づかれたいって言ってたよちゃんと <laughs> あ,あ言ってたよねそうそう言ってたよねうん言ってたそうでも意外だったよねなんかさそのもちろん本人なんならリーク来るかなみたいなリークありだぜみたいな感じだったのも意外だったしあ,あそうそうなんかね SNS とかでねなんか話題になるかなみたいなねえなんかありなんだね、うん、なんかさ意外とさ日本って基本的にあのそういうのしちゃいけないかなっていう人の方が多いからうん なんか意外とありなんだアーティスト側がと思って確かにそうだねなんか結構日本の方ってさその気づいても、まあ、ちょっと騒がないでいてあげるみたいなさちょっと黙るみたいな感じあるけど、うん、まあでも確かになんか、まあ、騒がれすぎるなんか囲まれすぎるのもあれだけど、まあ、でも騒がれないのもちょっと寂しいなみたいな感じなんかなうんいやそうだね てかまあ、やっぱ話題になりたたかったってことよね、うん、きっとリークもしてそれでちょっと話題になってブームバックっていう流れを多分想像してたのかなと思ってさあまあそうだね渋谷で Y2K でみたいなからの、うん、そうだねなんか確かにあそういうのもあるねなんか宣伝的な感じでもあるもんねいやそう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 なるほどねと思ってアーティストがあって意外とそう思ってんだと思ってしかもさそのレオ君はさ何な,なら本当ガチの撮影中じゃなければ別に話しかけて。 ね、もらってもすごいなんだ嬉しいみたいな感じだったから、うん、それも意外で「うんうん、そうそうなんです」みたいなさなんか言ってくれそうって感じだったじゃん今撮影したなんです」みたいなそうそうそうえそんな気さくなのと思ってさねええー、じゃあ全然話すねみたいな <laughs> <laughs> 早朝から <laughs> <laughs> 早朝から <laughs> いやーでもそうだねいたさん意外と度胸あるからねそういう時ねいやそうなん結構あたんだからね <laughs> <laughs> そう急になんかさそこで大体になるから絶対話しかけれるじゃん <laughs> いや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 分からんでもいざとなったらねドキドキするかもしれんけどでもいいよねなんかさ本当にしかも話しかけても絶対嫌な顔しなそうじゃんうんいやそうだね,ねなんかまあ適度に邪魔にならん程度にちょっと「聞いたるです」とか言いたいよね聞いたるさんなんていうふうに。<laughs> <laughs> なな <laughs> ったところでなんよ別にわかららんかりゅうちゃんはさハチ公前でさ、うんあのー、自分たちの,あの渋谷の看板スマイルアゲンの看板をさ映るんですで撮るから「俺なんてハチ公前でさ」みたいな「もうやばかったよ」みたいな感じのりゅうちゃんも可愛かったね。 いやかかっったた <laughs> ちゃんちち八の前でちょっと気まずいなとか <laughs> なんかさいろいろさそう年齢的にはさあんまりこう恥ずかしいもしたくなさそうなの、うん、も込みですごかわい可愛いと思っていやそうそうそうあとなんか「映るんです」の発音ちょっと若干違ったなと思ってなんかなんだ <laughs> <laughs> すぐ思い出せっけど多分リアルで知らないんだろうなと思って。<laughs> わわかかるかるよ、うん、Y2K もいいなんかね Y2K として認識してる感じもすごいわかるってなったしわ、うん、かるわ <laughs> かるわかる,かるそういうものみたいなね懐かしいとかじゃなくてそ,<う> <laughs> そのねハチ公前で撮影するりゅうちゃんのエピソードも良かったしまあでもそもそもちょっと雨降ってたみたいなのもあって人が少なかったって言ってたよねその撮影の時ね。 まあそうやね、確かに。そう、晴れてたらもうめちゃくちゃはもう気づかれとったかもしれん。人が多くて。いやそ,うそうなん、そうなん、そうなん、そうなん。えぇ、ー、囲まれる世界線だったかもしれんならまじで。すそれね、ハチ公。あそう。<laughs> なんか猫ちゃんみたいなだけ <laughs> どうしよう、これ。<laughs> そう。何書き出すんかなと思ったけど、まあハチ公だろうなと思ってこんなっ、こ <laughs> の猫ちゃんみたいなんだっけど、かわいいなか。猫ちゃんにしよよこれ。<laughs> いや、いつだったら何の意味もないのよ、<laughs> 絵が。何の意味もない絵なのよ、それは。 あでもなんか首輪つけたらハチ公ってなって <laughs> あっかわいいかわいいうんでも首輪ついとったっけハチ公ってあー一応首輪じゃないねなんかこういう、あの紐、ー、だよねこう、うん、お散歩のやつみたいな最近もなんかハチ公前とか通ったことあるけどやっぱね外国の方がもうすっごいねやっぱハチ公ってやっぱりずっと人気だねああ<ー>、うん、やっぱ撮影しとったあもうみんなもうハチ公と自撮りとかああまあそうだよね可愛、うん、かわいいもんね、うんうん <laughs> 可愛いもんじゃないってかか愛い <laughs> 可愛いってあんま認識したことないけどまあなんかあれだよね日本の象徴日本ってか渋谷の象徴って感じなんかなまああとスクランブルエッグでスクランブルスクランブル交差点とセットでねそこら辺はねうん、うん、人気スポットとからね<ー>うん そうなんでスクラブル交差点も一生渡る時に写真撮ってとったか撮影しとる人おるわいやそりゃそうなんよ <laughs> <laughs> あとさそのやばいなんかいろいろ思い出してきたよあのブンブンパックさ当初はさ、ま、タイトルも決まってなかったしブンブンペペペペペッパッの辺りも実は違う歌詞だったんだね、うん、ああそうそうそうなんかね急遽変わったみたいなあれでもこれ何回でも聞いたことある気もするけど確かに今回も話してくれたねうん どっかあっ、うん、そうなんかあそうだったんだと思ってなんかもう前のやつのさあの,時あの時よりちょっとこうどうだったとか言うからさ逆にそれ気になるなみたいななんか前のやつ何 <laughs> みたいなそう歌詞あったわけじゃんねねそ、うん、そうだ、ね、うだ、ん、ちょっと気になったなと思ってあー確かにあそうだねでもそれで言うとスマイラーゲンもなんかジュノンがさ なんかスマイルアゲンのサビ全部最初俺でみたいなさすがにライブとかだとなんかペースとかがあるからで途中シュントに変えてもらったみたいなこと言っててんかそのなんか裏エピソードみたいなのもなんか面白かったねねそう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 いやそうそうんかこういうのはねなんかやっぱ本人たちからじゃないと聞けなそうなやつだからさうんねもっとくれーってなるよねこういうのねいやそう裏話大好き人間だからね,ねあとさあの橘さんとあのウィンズのね タチ、うん、さんと一緒にさ、まあ、プロデューサー今回のこの曲のさスマイルアゲンのやつだから、なんか一瞬にさっきリュウちゃんがマジで上手くてびっくりしたとか言ってて、うん。までもそりゃそうだろうなって思ったよね。<laughs> そうタチバさん歌上手いもんね。 田島さんんってなんかすごいイメージあるよそこまで私詳しくなくても立花さんは実力者っていうのはなんか知っとるようんよ。いやもうすごいだってもう20年以上うん釣っやってるからね。いやーそうだねだからそれはさちょっと歌う歌がさ <laughs> まバチクソうまいんでしょ。<laughs> いやーそうそうそう。うん、へえ立ち会ってみたいだろうねこのさ多分どっちも兼人で好きな人とかさもう。 何そそのなな世界って感じじゃないそうだねなんか我々のコメント欄でもいただいてけどさ「あのスマイラーゲン」がそのウィンズの初期の MV の世界観にちょっと似てますみたいなことも言ってる方いたからうん、うんうん、だか人の方なんてもうめちゃくちゃ嬉しいだろうねいやそうだね泣けるやつよなうんいやー嬉しいしかもでも立花さんバージョンの歌も聞いてみたいねうわてかさそれ仮のやつってさ立花さんなんじゃないやっぱりいや だと思うそんな気がするうわー仮のやつ聞きたいのわかるなんかねこれって別になんかどっちがどうとかじゃなくて聞きたい、うん、純粋にいやわかる,いや分かるオタクとして聞きたいってやつだよねわかるいやいいね絶対過ごそうどっちも過ごそう どっちもいいい曲ってなりそうだよねいやそれはそうなんよ <laughs> 曲一緒やから <laughs> そっかそっかそっか <laughs> で以上でね今回はビーファーストサードシングル「スマイルアーゲンリリース記念 y o u t u b e ライブの感想について言ってったけどいやほんともうそうマナのさこのソーマナの,の, <laughs> マナの <laughs> もう大爆発してるやつ <laughs> も<う>だし <laughs> ねほんといろいろ裏側の話とかも聞けたしめっちゃ面白かったねねー そそうそうなんかさそういうさ裏エピソードみたいなの聞けるとよりその楽曲に対するさなんか理解力が高まった気がして <laughs> なんか嬉しいよねわ、うん、かるわかるそう MV の裏側もさまさしく我々 MV 感想も取ったけどなんかねその答え合わせもちょっとできた感じがしたしうんんかしかもこれからさ多分「スマイル e ゲ a g にまつわるさいろんなハテナハテナハテナも控えてるからなんかいろいろねもっと楽しめそうだよね、うん、まあだからさ b e f i r s の次の活動が 楽しみだよね。そうだね。パッパッ